荒垣ロックフェストとは2001年から毎年仙台都市圏の郊外地域で行われている音楽フェスティバル。主催は GIP。2005年からはゴールデンウィーク中の開催となっている。東北地方では最大級の音楽フェス。横書きの荒垣ロックフェスト及び縦書きのコートがロゴタイプとなっている。コート、荒垣フェス、荒垣ロックフェスなど。荒垣は荒はばきと同義で漢字は当て字なので数種ある。塩釜神社の抹茶の荒はばきを祀った荒はばき明神が第1回の開催地仙台港の近くにあることに由来する。2005年から東北各地を元にしたステージ名が使われるようになった。下記の記載は現在の開催地であるエコキャンプみちのくで開催されるようになってからの名称。以下、年に記載しているものは主な荒垣ロックフェスト関連イベントの名称をこの時サイトでは荒垣ロックフェスティバルと表記されている部分があり、現在のロゴタイプ荒垣ロックフェストが完全に確立されていなかったことがわかる。この年はサーキット形式で3都市で開催された。現在のステージ名で用いられている名称、津軽、旗旗がこの時に使われている。荒垣ロックフェスト04292005への準備として2004年は荒垣宵祭りが開催された。荒垣宵祭りそのものは秋の開催であるが、この時からデザインが桜が使われ始めており、春の開催を前提に進めていたと思われる。初めてのゴールデンウィーク期間による開催。以後荒垣ロックフェストの開催は4月から5月のゴールデンウィーク期間中となった。ステージ名に、多賀城多久城を、旗、津軽、コート荒はばきを採用。屋内のアクセルを含めて5ステージ構成で行われた。このうち、旗、津軽、コート荒はばきは2006年以降も採用されている。ステージ、多久城多賀城に代わって、みちのくができる。公式には、開催地を国営みちのく森の湖畔公園を含めず、エコキャンプ、みちのくのみで表記している。これは、国営みちのく森の湖畔公園の北地区と南地区が分離しており、当時、北地区にはエコキャンプみちのくができたばかりであった。国営みちのく森の湖畔公園と記載すると、南地区と勘違いされてしまうため、その対処として、エコキャンプ、みちのくとだけ記載されている。2日間の開催となり、キャンプサイトが設けられるようになる。イベント名称から月日が削除され、年表記が2桁となった。ただし、当時の表記としてがついているのは、荒垣ロックフェスト06のみであり、次の年からは、荒垣ロックフェスト07等とが外されるようになった。コートのロゴタイプが、左上に、こう、右下に、とだった。例年は、桜が散りかけている時期に開催となるが、この年は開花が遅れ、寒い日が続いたこともあって、ほぼ満開の状態で2日間が開催された。春開催として桜をイメージしていた運営者によって、最高の2日間となった。しかし、終園には雨となり、これらの桜はほぼ散ってしまった。4月29日初日の入場で、チケットとリストバンドとの交換作業に時間を要し、入場に数時間要してしまう状況となった。これに伴う参加者からのクレームが主催者に殺到することになる。この対策として2007年からは一部の先行予約でリストバンドを送付、リストバンド交換所を駐車場に設ける等をして、リストバンドを入場前に取り付けるよう対策が取られるようになった。Date FM ステージができる。ラジオ収録。下記では表記していないプロレスは、夜間から昼間2日間に分けて行われるようになった。デート FM ステージに代わって、花笠ステージが登場。完全5ステージになった。キャンプファイヤーライブはこの年から、花笠ステージで行われるようになった。増加する参加人数に伴うキャンプサイト対策として、会場近くに2008年公開された、風の草原を新たなキャンプサイトの場所として開放した。2日間とも雨となり、気温も寒い中の開催となった。この天候に影響され、現在の会場になってから初めて前年の入場者数を下回った。2009年11月1日、公式ホームページで、新ばきロックフェスト10が2010年5月1日2日に開催されることが公開された。これに合わせて、荒垣宵祭りも行われる。2010年1月1日、公式ホームページがリニューアルされ、荒ばきロックフェスト10の概要が発表された。会場は従来と同じエコキャンプみちのくであるが、風の草原が公開され、国営みちのく森の湖畔公園北地区の記載が行われるようになったことから記載が、国営みちのく森の湖畔公園北地区エコキャンプみちのくと公開されている。従来エコキャンプみちのくにも設けられていたキャンプサイトが風の草原のみに設けられることになった。ステージとして BANS 磐越ステージが追加され、6ステージとなることが公開されている。花笠ステージが合わせて移設され、事実上国営みちのく森の湖畔公園北地区のほぼ全域を使用する形になった。以下は2011年3月10日時点での発表アーティストで、3月14日に第3弾アーティストが発表される予定であった。東日本大震災発生につき、開催延期。後ほど、荒ばきロックフェスト1108の開催が、公表された。荒ばきロックフェスト1108出演予定だったアーティスト。ありがとうございます。